はい、どうもジンさんです。今回は今思えばそういうことだったのかみたいな描写をいくつかピックアップしてみました。伏線回収に近いですが、一見意味不明な描写も完結後に振り返るとそういうことみたいなところがいくつかあってですね、それを紹介するわけですが、今回は僕の解釈が混じった動画となりますので、あらかじめご了承ください。それじゃあ早速やっていきましょう。まず最初はルキアと銀の描写。ぶっちゃけこの描写が語りたいがための動画でもあるのですが、物語はルキア奪還を目指すソウルソサイティ編。処刑の日程が早まり、当局へと運ばれるルキアの元へ、3番隊隊長10銀が意地悪をしに来ました。銀の助けようかという提案に対し、ルキアはほんのわずか希望に似たものをちらつかされただけで、処刑を受け入れる覚悟を崩されてしまいました。このシーンは一見、ただただ10銀が性悪なだけに見えますが、実際はどうでしょう。銀の目的はアイゼンへの復讐。そのためにアイゼンの腹心を演じ、ずっとその機会を待っていた存在。つまり銀にとってみれば、ルキアの中に眠る宝玉がアイゼンの手中に収まり、さらなる力を手にされては困ると思うんですよね。そこで銀が取った行動としたら、少しでも処刑が失敗する確率を上げるため、本人であるルキアの処刑を受け入れる覚悟、生きる希望を捨ててしまったルキアを生きたいと思わせる必要があったのではないでしょうか。別漫画になってしまいますが、ワンピースにてロビンの口から生きたいという言葉を言わせたルフィたちのように、当の本人が処刑を受け入れてしまっていては、当然イチゴたちの士気にも関わってきますし、処刑に疑問を抱き水面下で動く隊長たちにも影響があったかもしれません。なので逆にルキアが処刑を恐れ少しでも生きたいと思っていれば、もしかしたら時間を稼ぐために何かをしたりとか、そういった可能性も生まれてくるわけですよね。だから銀はわざとルキアに意地悪をすることで、処刑を受け入れてしまっているルキアを変えて、少しでも処刑が失敗する方向へ誘導しようとしたのではないでしょうか。よく銀は結局いいやつだったかもしれないけど、ルキアへの意地悪はどうなんだみたいな意見があるかと思いますが、僕は銀が推しメンということもあり、こういった具合で解釈しておりますが、いかがでしょうか。続いては原作25巻220話あたりのイチゴの内在闘争の話。先日投稿した解禁された公式 Q&A の動画にて、イチゴの真の残月は刀と鞘であることが判明しました。そして挽回天差残月は刀を鞘に収めた状態であるということだったと、そういうわけだったのですが、これ後付けでも何でもなくて、220話で白イチゴお兄ちゃんがイチゴにそう話しているんですよね。このシーンのここ、イチゴにはむき出しの本能がない、理性で戦い理性で倒そうとしている、剣の先に鞘つけたままで一体誰を切るってんだ、ここですよね。ちなみに2人とも挽回しています。で、僕はてっきりこのセリフはただの比喩表現というか、そんな感じかと思っていましたが、そうではなくて本当に鞘をつけていたというわけですね。久保先生すごすぎるって。で、実はこれはとある視聴者様のコメントだったんですね。それがこちら、天才現るといった具合で、これどういうことかというと、残白刀って心を映す鏡と言われていて、さらに挽回となるとより所有者の魂の精髄を表すものとなります。このことから考えると、イチゴの挽回天差残月が鞘をしている理由というのは、イチゴのチョコラテの部分、つまりイチゴの戦いが誰かを倒すための戦いではなく、誰かを守るための戦いであることに起因しているというわけです。敵を倒すのはあくまで仲間を守るためであり、それがなされれば敵の生死は関係ない。これまでのイチゴの戦いを見れば、僕が解説する必要もないでしょう。だからイチゴの挽回、つまりイチゴの心を最大限に移した奥義は、敵を倒すことを目的としない、鞘をつけたイチゴの優しさが現れた力であると、そうこの天才視聴者様はおっしゃっているわけです。そして続けて、中から出てきた真の残月、これはユーガバッハという最強の敵に対し、イチゴが初めて誰かを守る戦いではなく敵を倒す戦いに臨み、さっきの白イチゴじゃないですけど、鞘が外れ中から出てきた真の力と闘争本能を込めた一撃を放ち、ユーガバッハを撃ったみたいな考察というわけでした。以上です。はい、それぐらい的を得ているというか、僕はかなり納得がいっております。全部繋がっているんですね。鳥肌がすごいですが、要はイチゴの力ってのはかなり最初から細部まで設定されていて、最終章まで一貫していたというわけですね。いきなり2頭になったとか、中から視界の残月で出てきたとか、一見意味不明に見えても、こうしてしっかり一本の筋が通った設定があるというか、それがブリーチの魅力でもありますが、もうとにかくすげえの一言でございました。久保先生、設定資料集公開してくれ。
続いてはキルゲオピーのこの発言。イチゴと交戦している途中、石田のハイリヒップファイルより強いと言われたことに対し、そんなはずはないというこのセリフ、あまりにも陰身というか、今でも疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。多くはこのセリフがなぜかゲミッショでありながらアウスベーレンから生き残り、その原因は陛下自身すら分かっておらず、そのため陛下の後継者に任命された作中最高クラスのバグこと石田ウリの匂わせみたいな感じで思われていることでしょう。僕も今までそう思っていましたが、最近ではここのキルゲのセリフってそんな深い意味はなくて、ただ後に判明する石田が陛下の後継者に任命されるっていうシーンの伏線だったと思うんですよね。おそらくこの時点で陛下のダーテンを漏らさない真面目キルゲ君は、陛下から石田ウリの何かを聞いていたからこそのこの発言だったと思っています。その何かというのは、石田が陛下の後継者になることなのか、石田ウリってやつ超やべえから連れてこい的な内容なのか、この2つかなと思っています。前者については61巻で初めて石田がシュルンリッターメンバーの前に現れ、その場で後継者にすると発表されているので、これらを差し置いてキルゲが事前に知っていたのはちょっとってなりますが、キルゲはウェコムンド・ヤークタルメ隊長で陛下のお気にであるので、知っていてもおかしくはありません。後者についてはこの発表直前に第一次侵攻が終わった後、石田がハッシュバルトに連れられて陛下の前に登場するのですが、その際陛下は大将はと聞いています。この描写から陛下の命令が石田ウリュウっていう俺のアウスベーレンから生き残ったなんかやべえのいるから連れてこいっていう命令からのみんなの前で後継者宣言の流れが自然かなと思ったからですね。個人的には後者を支持していて、キルゲも陛下が重要視するクインシーが私より弱いはずがないっていう意味での先のシーンだったのかなと思っています。ここら辺は微妙なんですが、結局何が言いたいかというと、このキルゲのセリフは石田の本質を知っているからこそのセリフとかではなくて、石田がこの後重要なクインシーとして登場する伏線だっただけかなと思っています。皆さんはどう思いますでしょうか。コメントお待ちしております。最後は霊王になります。まあいつも見てくださっているほとんどの方にとっては基地というか、また繰り返しになってしまいますが、ここで改めておさらいしていきましょう。霊王とは原作で登場したにもかかわらず、両腕両足ないわ喋れないわで普通にやられて、なんなのあいつ状態だったかと思いますが、霊王については諸説 Can't Fear Your Own World にて明かされました。まだ世界が3回に分かれる前の世界で、突如現れた全知全能の力を持つ存在が霊王でした。しかしその霊王の力を利用して世界を3回に分けて生死の循環を作ろうとした存在がいて、それが後に五大貴族と呼ばれるものの始祖になります。そして霊王は抵抗することもなく、五大貴族の思惑を受け入れることで世界は三界に分かれ、霊王は三界を保つ鎖となったわけです。その際霊王の両腕両足、さらに内臓までもえぐり取られ、霊王の力を奪い水晶に封印したというわけです。こうして死神の罪の上で成り立つのがブリーチの世界というわけでした。そしてえぐり取られた霊王の体はペルニダやミミハギ様、ジェラルドのようになったり、肉片は霊王のかけらとして各地に点在し、例えば人間に混じればフルブリングに目覚めたりします。ちなみに両腕や脳みそとかは未登場です。あと霊王の意思について説明します。五将が霊王の命令でイチゴを回収しに来たりしていましたね。でもくさびで喋れないのにどういうことってなると思いますが、要はこの状態の霊王にも意思はあって、そういったものを骨が王権と化し、コンパクの一部を霊王級に委ねたゼロ番隊が感じ取っていたというわけです。他にも霊王の右腕や左腕はそれぞれの意思を持って霊王級へと帰還を果たしましたね。長くソウルソサイティに祀られた右腕は世界を守る者として、ユーハバッハの元にあった左腕は世界を元に戻さんとするクインシーとして、さらに流れ出た霊王の力の本流は死神だけを襲うという意志を持っていましたね。こんな感じで何もかもえぐり取られ、三回を保つ鎖だけにされても、それぞれの部位が意志だけは用いていたという全知全能の片鱗を見せられているようですが、霊王についてはこんな感じでした。以上、今思えばそういうことについて話していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。僕の解釈や考察混じりとなりましたが、皆さんの考察はコメントから教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。